ハロー、パラレール、リニパラレルのリントです。イエーイ。はい。今日は、いろいろとね、体が動くようになったので、このような形でご紹介していこうかなと思っております。はい。すごくないですか？指が、グー、パー、グー、パー、チョキ。そして、よ、少年くん。みたいな感じでね。はい。響きさんポーズもできます。あとは、クーガのようなね、ポーズをこう取らせてあげることだったりもできます。はい。ちょっと手だけの表現にはなってしまうんですけれども、手と顔とがたくさん動くようになりました。はい。では、何を使ってこれやってるのかなっていうところでご紹介なんですけれども、こちら、ラペットと呼ばれるアプリケーションを、使用することにより、これだけ色々と動くことができるようになっております。はい。じゃあ、ラペットって何ぞやっていうところなんですけど、ラペットはですね、ブースで公開されているアプリケーションでございます。はい。一応概要欄にね、載せておこうかなとは思うんですけれども、こちら、例えばフェイスリグだったり、あとは見てねだったりと同じように、フェイストラッキングをしながら、このように動くことができるようなアプリケーションになっております。はい。まあ、基本的には 3D メインのものになりますね。はい。で、私の体は 3D の体なので、こちらの方の、ラペットを利用させていただいているっていう状態なんですけれども、見てねも同じように 3D を扱える VRM ファイルをですね、扱えるソフトなんですけれども、実は見てねも使った上、このラペットも使用してみてっていう使用感なんですけど、実はラペットの方はこのハンドトラッキングですね、手の動きというのがすっごく綺麗に行うことができます。はい。あと、これ私の癖なんですけど、あんまりカメラを見て喋らない癖があるので、なんかカメラの目線だけがまっすぐ前向いてないこととかもあります。はい。ただこれ本当にすごいんですよ。指のこのモーションだけじゃなくって、こんな形でできるかな？できた。ほら、ウインクしたでしょ、ウインク。とかもすっごく綺麗にできるんですね。で、見てねも使用したんですけれども、やっぱりちょっと見てねよりは、性能としてはすごいこのラペットいいなと思って気に入っております。はい。で、実は、この手の動きを行うためには違う機材を使うんですね。フェイストラッキングは今カメラ、こちらの前のところにあるんですけれども、カメラがね、あって、そのカメラが、まあ、ウェブカメラをね、使用して、ウェブカメラで私の顔を撮っているっていう状態になるんですけれども、こちらの手の動きに関しては、ディープモーションと呼ばれる、これぐらいのね、USB の、USB ぐらいの大きさのものを使用して、手のハンドトラッキングっていうのを行ってるんですけれども、実はこれ、見てねも、フェイスリグでも使用ができるみたいです。ちょっとフェイスリグはちょっと合わない。私が使ったことがないので何とも言えないんですけれども、見てねでも、この、リープモーションっていうこれぐらいのものを使えるんですけれども、リープモーションね、見てねは、机の上に、トンと置いて、その上でこう動かすことによって、手の動きがハンドトラッキングされるんですが、リープモーションじゃないですね。ラペット。何が違うかというと、この首のところにぶら下げてるんですよ。この辺に参考画像貼っときましょうかね。この辺に。うん。で、その、首にぶら下げることによって、手を目の前に動かして、このハンドトラッキングをしてくれるっていう形になっております。はい。で、まあ、首にぶら下げるものがね、うまくなかったので、ちょっと私は DIY までいかないにしても、ちょっと自分で作って、こんな感じで使ってるんですけれども、ものとしては、スマホ。あ、今スマホ持ってます、スマホ。ほら。スマホ持てるの？スマホ持った動きできるの？すごくない？スマホを、この、つけるやつあるじゃないですか。スマホの台の、つける部分に、ループ帯をつけて、結んで、で、このリープモーションの大きさだと、
そのパチンって挟めてくれないから、こうやってパチンってね、挟めてくれないから、そこの挟めるところの大きさをかますのに、これ限定品で当たってちょっと飾ってるやつなんだけど、ここ見てもらうとわかるんだけど、ガイアメモリをね、下に挟んで、使ってるって感じです。はい。で、その状態でこうやって手を動かすことで、こうやっていっぱい動かせるんだよね。から、ほんと首からぶら下げるだけでこんなに手が動かせるっていうところ。そしてですね、他の機材いろいろあるじゃないですか。3D で動くものだったりっていうところ。でも、これだけ性能いい状態で動かそうと思うと、結構お値段するらしいんですね。それこそヘッドマウントディスプレイ、頭につけるものを買わないといけないとか、あとは、カメラの性能良くしたりだとか、っていうところで必要みたいなんですけど、これ、私が今回かかったお値段なんですけど、まずこちら、ラペット、今この動いているこのアプリケーションね。そう。なんかずっとこう手をこうやってる間ね、ドクターストレンジみたいなね、こうやって。ドクターストレンジ。ゴーッ。違うか。はい。で、まずこちらの、ラペットは、ブースの方で5000円で販売されております。こちらライセンス認証をさせていただいた上で使うっていうものになるので、ラペットの方ですね、ライセンス認証で5000円。そして、こちら、リープモーションなんですけれども、アマゾンで、おおよそ9900円。まあ、1万円ほどですね。1万円ほど。なんですよ。で、私は、アマゾンのポイントがすごい溜まってたので、実はこれ5000円ぐらいで購入できたんですね。で、プラス、ウェブカメラ。ウェブカメラが、私は、ロジクールの、これなんていうやつだったかな。310だか310だかっていうタイプのものを買ったような気がするんですけれども、310だよね。違ったかな？見てもわかんないや。一応 HD 画質で撮れるっていうものなんですけど、そちらがですね、お値段約3900円ぐらい、4000円もしなかったかなっていうところなので、全部合わせても、まあ、割引聞いてるからあれですけど、割引がなかったとしても、約2万円で収まるんですよ。ウェブカメラと、ウェブカメラでしょ？と、あと、ラペットと、この、リープモーションか。の3つで収まるので、かなりお安いお値段帯で収まっている状態なんですよね。で、VRM ファイルに関しては、Vloid を使用することによって、Vloid で自分のアバターを作成することもできるので、まあ、私はドラクエ10のリントちゃんをね、そのまんま、もともと V活で使ってたんですけれども、V活から Vloid に移行して、Vloid でかっつりここまで作ったので、はい。そう。すごくない？ほら、髪のね、帽子とかメガネとかも、基本的にね、名前で忘れちゃった。ドラクエ10のリントと同じに作ってきたので、もう、ほぼほぼドラクエ10と同じ見た目。ドラクエ10の見た目どうしようかな。この辺に置いとく？この辺に置いとくか。この辺に置いとくね。うん。なので、ここまですごい動かせるようになったし、しかも自分のお気に入りのね、キャラクターだったりとか、お気に入りの見た目っていうところで、ここまでいろいろ動かせるようになるので、もし、なんて言うんだろうな、自分で絵を描くのが難しいなっていう方だったりだとか、あと、こう、VTuber として、バーチャル YouTuber としていろいろ活動してみたいなっていう方は、Vloid とこのラペットをうまく使ってみたりだとか、機材を集めてみていただくことで、いろいろこう活動の幅っていうのは広がってくるんじゃないかなと思います。で、私が買った、購入したものは Amazon のリンク、下に貼っておきますので、よかったらそちらの Amazon のリンクから見てみてください。結構、まあ、もう最重要なのはラペットとリープモーションの2つ。さえあれば問題ないので、その2つを利用して、あとはウェブカメラをほんと自由に、ご自身で使いやすいものでもいいですし、もし iPhone 使っている方、iPhone 使っている方は iV Cam っていうものがあるんですよ。これ Apple、なんだっけな、APP ストアでね、あるのよ。ごめんね、今こんなタイミングで、ね、使うのあれなんだけど、そう、iV Cam っていう、そうアプリがあるの。これね、スマホに入ってるんだってスマホをこうかざしちゃって見えないんだよ。
そう、スマホに入ってるんだけど、そのスマホでも iPhone で使えたりもするんで、それ、何言うんだろうな。Bluetooth を利用して、Bluetooth 上で、Bluetooth だったかな ?Wi-Fi だったかな、どっちだったか忘れちゃったや。まあ利用して、iPhone を Web カメラとして使うみたいなこともできるので、配信とかしてるときとか、録画するときに特に iPhone 使わないよっていう方だったら、それを Web カメラとして代わりに使って、こういう形でフェイストラッキングすることもできるので、それだったら、Web カメラ買わなくても OK みたいなことになるんだね。だから、そういうのも使ってみるのもいいかもしれないです。IV カムについても、概要欄に貼っとくね。うん。なんか概要欄にいっぱい貼ってるとは思うんだけど。はい。なので結構お気軽にできるかなっていうところ。絵が描けないや、難しいやっていうところも、いろいろできると思うので。で、Vloid に関しては、ほんと使い方 YouTube 調べたりとかするといっぱい出てくるので、そちらの方で調べてみてもいいですし、もし、Vloid の使い方とか、こういうところ気になるんだよなっていうところがあれば、よかったらコメントください。コメント見させていただいて、そういうことやってみたいなっていう方が多いようであれば、ちょっと Vloid の解説をするような動画もちょっと作れたら作ってみたいなと思ってるので、まあ、結構私話長くなっちゃうんだけどね。今も話長くなっちゃってるんだけど、そういうのもやっていけたらいいなと思ってるので、もし Vloid の使い方ちょっとわかんないなっていう方がいればご相談していただければ、一緒にこういういろんな活動できるように楽しくやっていけたらいいなと思っているので、よかったらコメントください。はい。本当結構ね、わかりやすい機材でここまでできるってすごいと思うんだよね。なので、よかったらこういう形で、いろいろやっていただければ。で、表情もね、こうやって変化つけれるので、ほんと楽しく、いろんなこと、できるかなっていうところなんだよね。はい。これから配信では、このラペットを使用しながら、こういう形で動きをね、皆さんと共有できたらなって思ってるので、よかったら、これからもよろしくお願いいたします。ということで、今日は、まあ話長くなっちゃいましたけど、ラペットと、リープモーションの方のご紹介をさせていただきました。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。